はい、どうも皆さんこんにちは、まさかずです。いつもありがとうございます。さあ今日はですね、早くもねこちらにくれくれアピールしてるんですけれども、ね、今手に持ってるものまだね未開封だから匂いはしてないはずなんですけど、それでも寄ってきました。今日ね与えようかなって、食べてもらおうかなって思ってるのはこちらです。かいかいかい。はい、こちらブロッコリーチップ、乾燥状態のブロッコリーですね。 20g、 うさぎ用のおやつってことなんですけど、ブロッコリーってですね、実はビタミン C がかなり豊富で、モルちゃんにね、かなりねぴったりなお野菜なんですよね。で、以前ですね野菜を食べてる動画出したんですけれども、またねこのブロッコリーもね与えようかなと思ってたんですけど、たまたまねその行ったスーパーに売ってなくてね、代わりにこのおやつでね、一旦はね食べてもらおうかなと思います。またね違うスーパー行ってみて見つかったらね、生状態のものもね買ってきて食べてもらいたいと思います。では早速食べてもらおうと思います。中身はこんな感じでした。だいぶね乾燥状態だからちっちゃくなってるんですけど、ね、さあ早速食べ、あ、痛い食べてもらいましょう。ほら、どっか行っちゃった。どうですか、できればねこっちで食べるところをね見せてほしかったんですけど、ポリ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 美味しそうな音を立てて食べてくれてますね。出てきてくれるかな。ほら、ほら、食べ終わったらね、こっちへで。ね、最近思うんですけどね、モルちゃんってね、食べるスピードがすごい遅いなーって。口がちっちゃいのかな。ちょっとね、まだ食べるの時間かかりそうだから、うさちゃんの反応も。うん。うさちゃんもね、大好きですね。さあ、おいで。そろそろ食べ終わる頃でしょう。ね、おいで。ほら。おいで。ほら、おいで。ん？もしかしてあんまり気に入らなかったのかな。もっとねダッシュでこっちに寄ってくると思うんですけど、おいで。ほら、明るいところで食べようね。ほら、どうなんだろう、味はそんな好みじゃないんですかね。あら、取られちゃった。また、あ、でもこの様子を見る限りね、指向性がめちゃくちゃ高いわけじゃないけど、やっぱり噛んで、よく噛んでね、ゆっくり食べてるんで、好物っていうことには変わりはないんですよね。はい。また、ね、仕事帰りとかに違うスーパー寄ってみて、ブロッコリー売ってるところはまあ、すぐ見つかると思いますんで、またその時はですね、買ってきて生の状態で食いつきが違うのかとかですね、様子も見ていきたいと思います。またいろいろなもろもと動画出していきますので、ぜひとも気になる方、この菊之助くん可愛いなと思ってくださった方、チャンネル登録そして高評価よろしくお願いいたします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。
Thank you.